8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら。2夜連続解像度高すぎ新作シリーズバスケ編ザ・ファーストスラムダンクをバスケットボールの専門家視点で読み解くと特集。ふぅアッパー上がる、もう絵面が、あっ裏ポンだ、書いて書いて井上先生書いて、あのこういうのの逆の特集です、はい、専門家ならではの解像度の高い目線でみんなが知っているあれこれを全く違った角度から解説していく解像度高すぎ新作シリーズ。はい、昨夜のすずめの戸締まり音楽編に続いて今夜はバスケ編。お題は、興行ランキング6週連続1位、世界中で、まあ、韓国でもねまた公開始まって大ヒットしてますけど、基本アバターウェイオブザウォーター1位なんですよ、どこも。でもまだ1位スラムダンク居座ってます。ガラパゴスの誇りまあでもあの世界的に特にアジアではね非常にあの多分これからも大ヒットするのは間違いないと思います、うん、ザ・ファーストスラムダンクでございます。昨年12月23日に私も扱いました。まあ割と映像作品アニメ史的な流れというのかな、映像作品としての評価みたいなところで、まあ、高く評価いたしましたが、うん、バスケットボールの専門家バスケット描写のすごく解像度が高い人が見てもやっぱりすごいということらしいので、ぜひこのお二人からお話を伺いたいと思いまして、こちらの特集やらせていただきます。はい、ゲストはバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんと NBA ジャパンのウェブサイト主任編集者で翻訳家の大西レオさんです。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです。早速ですが今夜のゲストバスケットボールアナリストの佐々木クリスさん、そして NBA ジャパン公式ウェブサイトの、主任編集者で翻訳家の大西レオさん、こんばんは。そして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、お二人ついに揃っていただいて、ついにこの話ができる日がやってまいりましたということで、いやゾクゾクしてきました。今日、はい、ずっと楽しみにしてました、ね、こちらもでございます、ということでですね、まずですね、まあ、お二人のね、そのファーストスラムダンクどう見たかという話はこれからたっぷり聞くんですが、うん、ちょっとあのメールもすごいいっぱい来ててリスナーの方から、うん、ちょっとそれに絡めてお二人のまたねそのどう見たかという話も伺っていきたいと思います、はい、じゃあまず一発いきますね、ラジオネームおぼぼまんさん、うん、私はザ・ファーストスラムダンク3回見ました、はい、試合シーンで注目してしまうのはバスケットシューズ、うん、まず摩擦音でまたバスケットがしたくなりますし、はい、なんといってもメンバー全員のバスケットシューズが丁寧に書かれていたことです、はい、情報が少なくラフに書かれてるんじゃないかと思いきや、うん、こんなに緻密に丁寧に細部まで書かれていることにやっぱり俺たちのスラムダンクだと、リピートすること3回目という、うん、めっちゃ共感です。バッシュは本当に目がいっちゃうというか、すごい再現されてるんですよね当時のバッシュが、うん、なんであのコンズとかコンバースなんですけど、はい、今だともう履いてないようなバッシュが普通に、はい、まあ、当時ねあの人気だったんで書かれてた、うん、マジックジョンソンとか、はい、ラリーバードの影響でコンバースとか、はい、うん、宮城 の, モデル、紫黄色のコンバースとかですね、はい、ウェポンとかね、うんうんうん、あとはマネージャーの綾香さんが履いてるシューズとかね。そうそう、原作だとあの普通の靴だったんですけど、映画版だとあのペニーワンっていうあれすごい人気なバッシュになってたりとか、そういうのを結構あーあーっていう感じで見てバッシュブラッシュアップもしてたそう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 、へー、すごいです。やっぱりあの連載当時のあのなんていうかな人気モデルとかそこに合わせてですね、そうです、時代合わせてましたね。今音も着目されてましたね、はいはい、音、僕もね体がぶつかる音めちゃくちゃリアルだった、あのこう接触した時の選手の接触の時、あとパスが耳の横スパッと通る時の音、へー、もう風を切る音というか、そうなんですよ、パスって本当耳の横を本当にこうかすれていくように通っていくんで、はい、その音がすごかったり、この方もあの摩擦音っておっしゃってましたけども、はい、木でできたフロアとアスファルトでプレーしてる時の音がやっぱり違ったんですよ。あー、これは経験者からするとめちゃめちゃグッときた。へー、なんかあのキュッキュッキュッっていうのは想像つきますね、板の上は分かるけど、うんうん、でもあの例えば最初のあのワンワンやってたりするようなところはバス、うんうん、アスファルトの上だから、はい、そうなんですよ、また全然感じ違うし、そうなんですよ、そういう一個一個がちゃんと あバスケしてるっていう実感ができるような描写になってるってことですかね、はい、おっしゃる通りですね。へー、あとその風を切る感覚とか、うんうんうん、やっぱバスケってこう密度がすごく濃い、あ、いろんな意味で密度が濃いから、うん、他のちょっとスポーツには起きないそういうこう接触とか、うんうん、こうカッとかすめるとか、うんうん、そのなんか密度が濃いで速いみたいなのが、はい、僕素人目に見てても今回すごい体感できたっていうか、うんうん、でこれはこの方法以外だと描けないんじゃないかって、描けないですね、そうですよね、スクリーンの時に結構グッと寄ってて、うん、赤木がこう三井を生かすじゃないですか、その時に後半なんであの三井のマークマンの松本が
こう赤木とこうちょっと顎と接触するんですけど、うん、そことその時のこうなんて擦り合わせる音、うん、そこにちょっとジョリでも音が入ろうものだったら、うんうん、もうマジリアルみたいな、へ、はい、でも実際プレイヤーはそれを感じながらやってるんですね、感じながらやってるんですよ、あと思わず出ちゃう声だったりとかもね、そうそうそう、入ってたりとかちょっとみたいな、なんかこうドキム音とか、へ、そういうこうちょっとした音を息遣い、そこも注目して、うん、だから本当にバスケ経験者からしたらとんでもないぐらい自分もプレーコートの中にいるような感覚で映画を見られてるってことですね、解像度高い人ならそれが分かるし、もっと言えばやっぱり井上武彦先生の解像度がそもそも高っけーってことですもんね、じゃあメールもう一個いきますね、プラネットさんです、中学時代バスケ部だった自分にとってザ映画、映画ザ・フサワストスラムダンクを見た最初の印象は、うわめちゃバスケしてるでした、特に NBA のバスケではなく体育館でバスケをしている感の再現に驚きました、バスケット描写の中でも特に驚いたのはバスケットで大事な戦略になるスクリーンプレーです、うん、しかもスクリーンプレーをされた側の選手のリアクション描写を見てはマジかここまでやるのかと震え、開いた口が塞がりませんでした、うん、そしてとにかく最強三能が全てにおいてかっこいい、登場シーン、いい、動き出す瞬間、王者としての振る舞い、鑑賞中に何度かっこいいと思ったか分かりませんということ、うん、こちらからスクリーンプレー、うん、ちょっとあのなんていうかな、ビギナーのためにも説明しておくと、そうですね、はい、まあ、自分のチームメイトをノーマークにするために、うん、もう一人の選手がついたてに自分の体をついたてに見立てて、うんうん、はい、マークマンを剥がすっていうようなアクションには、うんうん、中木と三井がやってたっていうのを思い返せば多分分かりやすいと思います、で、あのそれをされた側の選手のリアクションがすげえなんですね、そうですね、うん、ちょっとさっき、言ってしまった部分とも、被るかもしれないですけど、やっぱりこうされた側も不意にされるとこう、うっとこう何ていうんですかね、圧迫されるというか、圧迫されるとか、うん、そういった感覚になるので、うん、そこは本当に忠実にされてたなというふうには思います、そうですね、バスケしてる感覚というね、うん、はいはい、プラッツさんでした、続いていきますね、達也真紀夫さんです、映画ザ・ファースト・スラムダンクにおけるバスケ描写の解像度高すぎ新作についてですが、僕は幼い頃からバスケをプレイおよびずっと観戦してきて、またバスケ映画も自分が一番多く見てると自負しています、はい、そんな僕でも何度見ても、沢北の最初のドライブにおける目線のフェイクに引っかかってしまう、完全に置いていかれる、そしてフェイクだけではなくドライブのキレが良すぎるのがまた問題だ、仮にフェイクを読み切ったとしても次に来るのがあの超スピードのドライブ、何度も見ているのでどっちから抜いてくるのか分かっているのに止めることができない、全然分かんない、沢北これどうしてすごい、沢北あいつマジやばい、沢北最強、もう完全に対戦したいやでも映画見て思いましたよね、三能やばいな、やばい、三能が要するにまあ日本最高峰の、まあ、圧勝の、ね、上昇チームなわけですけど、その凄さがやっぱ体感、要するにちゃんと作られてるって、そうですね、もうでこんなディフェンスされたら絶対嫌だとか、なんかそういう気持ちになるようなシーンがいっぱいありました、そうか、ディフェンスがこう鉄壁の、でこ の目線のフェイクで言うと、そのアングルの作り方ですよね、要するにその目にこうどうしても視聴者がぐわって集まって、で一瞬その目が動くのをやっぱしっかり見せるというか、短い時間でしっかりこう脳裏にすり込ませる、これがやっぱり選手っぽいんですよ、ちょっとした あえて構図の中でじっと、つまりそのさ、ちょっともうちょっと補足しておくと、沢北はその特にその3の、ね、最強チームの中でもスタープレイヤーで、留学してアメリカでも活躍してやろうというような人が、要は目線をこっちに行くよっていうふうに、こうはっきりアピールした上で違う方に行くとか、はい、そういうことですか、そういうことです、はい、ごめんなさい、どうしても僕見た感覚でいろいろ話してたんですけども、選手としてはどういう駆け引きをしているかというと、目の前の相手を破るっていう時に誤った信号を送るんですよ、こう動くであろう、こう動くであろう、要するに前の車が左の方向指示器を出してたのに、右いたら行かれたらめちゃくちゃ危ないじゃないですか、それを結構頻繁にやってるんですよ、だあの目線のフェイクっていうのはその究極の極みで、さらにそこに沢北のアビリティ、ドライブの速さっていうのが、ドライブというのは球を運ぶスピードということ、アビリティっていうのは運動能力ですね、まあボールを扱うスピードもそうかもしれませんけども、それがこう合わせ技になるので、もう視聴者もついていけないみたいな、唖然とするみたいなこの人だって何度も見てるし、漫画見てるから知ってるのにフェイントかけられちゃうってことですよね、あこっちってやったらこっち身構えたらあーってやられ抜かれたみたいに、そうなんですよ、すごい気持ちはわかります、結構ね、あのプレー以外にもこう絶妙なこうカメラのカットチェンジみたいなのが多分あったと思っていて、僕自身はこう花道があの川田がアリウープを狙うところがあって、そこをまあ戻ってきて花道が叩き落とすんですよ、その時に着地する時にカメラマン込みでこう
カメラマンが倒れ込んで、うん、花道がそこにドンってなんかちょっと近くまで来るみたいなシーンがあったのを思い返せますか。あれなんかは実際の NBA の中継とかにすごく似てるんですよ。試合中継カメラの視点と思われるのが入ってて、はい、でよく試合で見るようなこうバーンって来ちゃ う, そう、まさにそういうカット原作にはなかったりだとか、あの花道がレイアップを外して、安西先生が髪の毛ぐしゃ、うわ外したってなってる時に、うん、ルカがもう一回ダンクでフォローするじゃないですか、はいはい、あの時に花道がルカにゴンってぶつけられてついたてを倒すんです、うんうん、コートサイドの、うんうん、こういうシーンって僕らが、まあ、国内でも海外でも試合見てるといつも起きてるんですよね、うん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 、ちょっとこう観客の中になだれ込んじゃうとか、はい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 、だそういうところも含めてうわ僕ら本当の試合見せられてるよねみたいな世界観がちゃんと担保されてるというか、凄まじかったです。ちなみにさっきの沢北のその目線のフェイクっていうか、それって原作でも描かれてたんですか。描かれてました。描かれてた、うん、でもそれがやっぱりあの映像っていうか動きで見るとよりそうですね、よりスピード感がすごいというか、うん、こういうことかっていうのがより分かったりするみたいなことですかね、ノ、うん、ルックとかもすごいですね、うん、そうですね、あノルックパッとパッとね、はい、パッパッとやったりする、パスはまさにね、あのなんていうか漫画で描ききれない部分というか、こうあのリズムでポンポンポンってワンカットの中で渡すとかは映像作品だからできることだから、そうですね、うん、その映像だから一緒に見てる側も驚けるみたいな、うん、そういう作り方がされてて非常に良かったなと思います、うんうん、いやすでにすでに面白いんですけど、すごい、はい、ということで、本日こんな感じの深い話を伺っていく特集です。いきましょう。2夜連続解像度高すぎ新作シリーズバスケ編、ザ・ファーストスラムダンクをバスケットボールの専門家の視点から読み解くと特集。これもさ、もういい加減さ、このザ・バースデーのこのラブロケッツのイントロ聞くたびに上がるのもうやめたいな毎回上がっちゃうんだよね。はい、ということでいきましょう。専門家ならではの解像度の高い目線でみんなが知っているあれやこれやを全く違った角度から解説する解像度高すぎ新作特集です。今夜はバスケットボール編、お題はもちろんザ・ファーストスラムダンクということで、改めましてゲストのご紹介です。まずは元プロバスケットボール選手で現在はバスケットボールアナリスト、そして解説者でもある佐々木クリスさんです。よろしくお願いします。はい、3回見てようやく言語ができるようになってきました。あーすごい、そうなんだ、よろしくお願いします。はい、はい、そしてもう一人 NBA ジャパンの公式サイト主任編集者でバスケットボールにまつわる翻訳は執筆、通訳なども手掛ける大西レオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もついさっきもう一回見てきました。おーすごい。はい、はい、もうお二方にねぜひお話を伺いたいということで実現した特集ですが、改めて、はい、今夜は専門家が見たザ・ファーストスラムダンク特集ですけれども、改めて作品について説明していきます。映画ザ・ファーストスラムダンクは1990年から96年まで週刊少年ジャンプで連載されていたバスケットボール漫画スラムダンクを新たにアニメーション映画化した作品です。原作者の井上武彦先生自身が脚本、監督、脚本を手掛け、高校バスケ部を舞台に選手たちの成長を描き出しています。去年12月3日に公開されると6週連続で映画興行ランキング1位を記録、現在興行収入は76億円を超え韓国でもヒット中、また今日から中国でも公開が始まり、うん、こちらも大ヒットが予想されています。世界的にね興行収入この時期1位はアバターウェイオブザウォーターと相場が決まってるんですよ。なんだけどまあ全然1位阻んでて、多分ジェームズキャメロンもわーって言ってると思うんですよ。めちゃくちゃ嬉しいですよね。はい、でまあ、私もムービーウォッチメンね、映画コーナーでガチャが当たりまして、まあ、その前も1回見てすげー、あの素人目に見てもこれはすげーってなって、で原作もどこかしたりとか、まあ、あのアニメーション表現としての凄さみたいなところからお話ししました。でもやっぱりあの大西さんとかさっくりさんいろいろこのバスケ特集とかやっていろんな話聞いてたから、うん、例えば今の最新 NBA の戦術がどうなってるみたいなところがあるから、はい、よりなんか納得度っていうか、特にやっぱ最後の後あるあのボーナスシーンみたいなものに、はい、ですよねみたいな、なんかこうすごい、あとはもうスラムなんか中で描かれる戦術とかもこれすごい先進的な戦術とさえ言えるっていうか、はい、そういうのが分かって、だからお二人のおかげでなんかすでにやっぱり若干ただの弱者というよりは解像度高すぎ状態になっていたため、たすごい楽しめた。あすごい、それはやってきてよかったです。うん、だからもうせがんでふたもうちょっと2人呼んで特集やってみたいな、そんな感じだったんですよ。本当にありがとうございます。2つ返事で OK しました。
はい、ということでまず、本編に入る前に本作公開前、まあ、いろんなね、話題にもなってましたけども、お二人はどんなところに注目していましたか、公開前、うん、まずクリスさんどうでしょう。はい、そうですね、まあ、すでに話題にも上がっているんですけども、バスケットボールが持っているエンターテインメント性、特にスピード感、うん、ここがちゃんどのように出せるかっていうところ、うん、そしてもう一つはバスケットボールをこよなく愛する人々を裏切らない作りになっているかどうか、うん、どうしてもバスケットボールファンだけじゃなく一般の方々に対しても訴求するような作品だからこそ、うん、ここのバランス感覚っていうのはどういう風になっているのかをすごく注目しました。なるほど、はい、大西さんいかがでしょうか。僕結構あの楽しみ半分結構怖いなっていう心配な面もすごいあったんですね。で、その、うん、あの監督が井上先生かって言って、しかもアニメ大丈夫なのかなっていう心配がまずあったんですけど、まあ、なんか見始めたらもう全部吹っ飛んじゃったんですけど、そういうのなんかそのやっぱり原作のファンっていうのが強いところがあるので、それをどう納得させるのかっていうのと、まあ、おっしゃってましたけど、その初見の人をどう納得させるのかっていうのが、まあ、でも本当にしっかり落とし込まれてたなっていう感じですね。大西さん改めて原作も読み直したりとかっていうのをしたんですか。そうなんですね、まあ、基本的に常に読むんですけど、それは常に、なんか気がつくとパラパラめくって読んでたりすることが多いんですけども、まあ、それで、まあ、映画も何回も見返しましたし、何よりも今楽しいのがバスケ関係者とこと会うと、もうひたすらその中の話ばっかりしてるんですよ。話さずにはいられないですよ。本当に自分のポッドキャストだったり YouTube とかでもゲスト呼んでスラムダンクの話したりとか、もうキリがないですね。最高の祭りが続いてるんですね。はい、さらにクリスさんはご自身のお仕事に関して本作はすごく大きな励みになったということですが、うん、そうですね、これはかなりパーソナルの部分もあるんですけども、うん、やはりこう勇気とかこう感動では片付けられない、こう元来スポーツがこう持っているですね、こうスポーツにとどまらないその進化というものがかつてないレベルでこう一般化されている。ほうほう、スポーツやっていた人間からすると、うん、その価値っていうのはなんとなく自分の感覚でも分かっていると思うんですけども、うん、あの作品を通してやはりあのじゃあバスケットボールをしたことない方にもそのバスケをプレーする意義であったり、うん、そういうものを一つ示してくれた、うん、まあ、これは後でもっと掘り下げたいんですけども、うんうん、あともう一つこれわがままな、言い方なんですけども、うん、まあ、解説者としてのこう教授をですね、うん、こう僕は普段こう活動していていろいろ試されることがあるんですよ。試される、なぜかというとバスケットまだまだこれから市民権を勝ち得ていこうというスポーツなので、うん、どうやったらライト層を取り込めるかとか、うん、バスケを知らない人に好きになってもらうためにはどうしたらいいんだっていう議論がたくさんあるんです、うんうん、でその中でどうしても、まあ、僕の中で、まあ、断固として譲れない部分があったり、うん、自分のスタンダードを決めて、うん、まあ、バスケットをこうお伝えするっていうのを一つやり方にしているんですけども、うんうん、まあ、自分がそういった設定したものが、まあ、これまで間違っていなかったというふうに、うん、この作品に背中を押されたというふうに感じています。ついすでにちょっとどういうことなのか後ほどまた詳しくなってきます。でですね、まあ、この後 CM の後にですね、バスケの専門家としてこの作品、読み解いていただくわけですけども、ちょっと特に優れていると思った点を先にですね、うん、込み出し的にちょっと、うん、あの分かりやすく紹介していただこうと思います。はい、そうですね、まあ、ちょっと話はいくつか出ましたけども、まあ、パスがつながる爽快感、うんうん、しかも一つのパスじゃなくて例えばドラゴンボールの元気玉みたいにみんなの勇気とか元気がつながってトン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 ドカーンみたいな、あの感じっていうのを味わえたっていうことと、あとはスクリーンプレイの描き方ですね。でこれもうちょっと簡単に言っておくと、バスケットっていろんなこう、キーフレーズがあって、習慣のスポーツ、メンタルのスポーツ、様々言われるんですけども、角度のスポーツでもあるんですね。角度、パスの角度、ドライブの角度、シュートの角度、飛び込みの角度、スクリーンの角度っていう中で、スクリーンの角度って一番、解像度が高くないと描けないところだと思いました。それができていた。おお、はい、そうなんだ、はい、あとは時間と音の使い方ですね、はい、時空の歪め方、うん、この、まあ、抽象的な概念かもしれないんですけども、うん、選手の中でもやっぱり時間がスローモーションで動くような感覚の時ってやっぱりあるんですね、うん、はいはい、そういうところをちゃんと作っといて、うんうん、そこに大事なセリフを入れ込むことで、うん、こう実際のプレースピードは落ちてるんですけども、うん、我々がこうゲームに入っているこう、うん、インテンシティというかこう入れ込み方の激しさっていうのは一切失われずに、はいはい、あそこは時間を引き延ばして大事な要素を盛り込んでるっていうのが、うん、素晴らしかった。この一瞬にこれだけのことをみんな感じているし考えているし全部ギュッとなってるし、はい、あと早いとこめっちゃ早いですもんね。めっちゃ早い、まあ、ちょっとあとその話なのかなあの問題の無音クライマックスもはいはい、はい、あの早いとこと、はい、その引き延ばしのとこの緩急がすごくて、うん、ね
うん、はい、ちょっとなんかそんな話もね、ってかと思います。もうすでにもう、もう何を話しても熱くなっちゃう。はい、お知らせの後、本編スタートです。あ、ごめんなさい、失礼しました。レオさんに行きます。あ、はい。僕は、やはり、バスケットボールっていう試合の見せ方が非常に大切にされてるというか、うん、そのバスケットボールの試合実際見に行った時に、うん、会場とかで行われてることが、もうそのまま再現されてるんですよ。うん、であれが本当に見に行って、すごい嬉しくて、嬉しくなっちゃって、僕らの大好きなバスケットボールが、ここまで大切に、細部大切にして落とし込まれてるっていうのが、まあ、原作がもともとそういう仕組みになってるんですけど、うんうん、それを、まあ、より映像作品で分かりやすくしたっていうのを、本当に、まあ、画期的ですしすごいことだなっていう、うんうん、まあ、あと特に感じたのが、まあ、コートの大きさだったりとか、その会場の雰囲気だったりとか、うんうんうん、その応援の声だったりとか、うんうん、そういったところにすごいこだわって作られてるなっていうのが、やっぱり見てる側からしてすごく嬉しかったっていう感情がやっぱり一番に出てきますね、うんうん、はい、なるほどね。バスケットのそもそも原作の特に三能戦ってもうバスケットの試合だけを描いてるクライマックスが延々続くっていう、うんうん、で基本的にはそのな踏襲してるじゃないですか、はい、ドラマあるにせよ。それによって僕みたいな東城がいやめちゃくちゃ面白いんだけどバスケってなるんだから、うんうん、まあある意味本当になんていうか突き詰めた結果すごく普遍的なものになってる、まあ、ちょっと結論っぽい話になっちゃったけど、はい、はい、なんかそれはすごく素人目にも感じました、うん、はい、ということで失礼いたしました。改めましてお知らせの後本編スタートです。アフターシックスジャンクションビヨンドザカルチャー、今夜はバスケットボールアナリストで解説者の佐々木クリスさんと NBA ジャパンの公式サイト主任編集者で翻訳家の大西レオさんをゲストに、解像度高杉晋作が見たザ・ファーストスラムダンク特集をお送りしています。今夜は前半後半の2部構成、20分ハーフでやっていきたいと思います。まず前半はスラムダンク、そして作者の井上雄彦さんのバスケット理解度の高さについて迫っていきます。そして後半は映画ザ・ファーストスラムダンクの凄さについて見ていきます。ちなみに今夜の特集、この性質を、ね、すでにまあいろんなこと話してますけど、ある程度ネタバレを含みます。スラムダンク映画、見に行く予定があって予定があって今あって今そうあって、で、何も知りたくないという人は、俺何度も映画夜も行ったんですけど、はい、行く予定があって何も知りたくないという人は今すぐラジオを消して映画館に行け。もう1ヶ月以上始まってどんだけなってると思ってんだ。ね、ということで、もしね出番された方は、まあ後からね、いろんなタイムフリーとかでも聞けますんで、そちらチェックするのもありじゃないでしょうか。はい、でもまあそれを聞いてみればさらに面白くなる内容なので、はい、全然大丈夫だと思いますよ。ということで、心置きなく行ってみましょう。まずファーストハーフはこちら。バスケット作品としてのスラムダンク、そして井上雄彦の凄さとは。さあ、ということで行ってみましょう。まずちょっとお二人とスラムダンクの関係改めてちょっと伺いたいと思います。まずクリスさん、はい、読んでらっしゃった、はい、中学高校時代に連載されてたので、すごく個人的な影響力大きかったです。しかも僕、うん、中学までは野球部で、はい、まあ、中2の時に NBA と出会って、そこからバスケに徐々に傾倒していって、うん、で高校でいよいよバスケ部入るんですけども、うん、要するに僕は花道張りの素人だったんですよね。はい、そういう意味では皆さんと同じく、まあ、ある意味スラムダンクも一つの教科書、 NBA とスラムダンクが教科書で、うんうん、それこそ沢北の目のフェイクなんか練習しましたし、ブロックするときはブッシュっていうもんなんだとかついついそういう風に思ったり、まあ、全然できなかったですけど先輩とダンクの練習してみたりとか、うんうん、でも自分はドリブルがすごい好きで、うん、アメリカ行ってドリブルのいろんな技盗んだりとか、うんうん、そういう意味では宮城へのシンパシーも強かったし、うんうん、NBA のアイドルがやっぱり沢北のモデルと言われているペニーハードウェイ、うん、名前はもう出てきているので、うんうん、あれですけども、そういった選手だったので、うん、すごく感情移入しました、ね、うんうんうん、はい、なんかその当時の、うん、高校バスケみたいなものから見てっていうのはどうなんですか。あ、でもやっぱりこう読んでるけど、あ、スラムダンクは読んでるけど NBA は見てないっていうような先輩とかと、うん、スラムダンクを話すると、うん、いやいやあんな世界ないじゃんみたいな、うん、空想の世界の話だよみたいな、うん、そういうことで結構喧嘩じゃないですけど、うんうん、言い争いになったりだとか、うんうんうん、いやいや NBA 見てないのみたいな、すごい世界あるからみたいな、人間、うんうん、これはまあ海の向こうのことかもしれないけどっていうことで、うん、まあ、僕はずっと NBA 選手になるんだってこう、うん、なんていうんですかね、自分のこうちっちゃさも知らずにいろいろ言い回っていたタイプの人間だったので、はいはいはい、後で痛い目は見るんですけど、うん、でもそういうところからするとやっぱり結構読んでる人、それから NBA を見てる人とそうじゃない人の乖離っていうのは大きかったですよね、はい、うん、いいんですよ、エゴを早めに畳んだ人間にはここぞという場面は任せられない、ね、そうですか、はい、そして大西さん、
スラムダンク、はい、うん、僕は連載中アメリカに住んでたんですね。なのでドンピシャでこう NBA にハマってた時期 で、うん、でまあ、アメリカ文化として NBA を見ていたんですけども、うんうん、で日本文化は日本文化として漫画僕大好きだったんですね、うんうん、でそこで漫画でバスケットボール大好きだっていうのが、うん、もうそこがつながったっていうのがすごい嬉しくて、はい、もう夢中で読んでたんですけど、うんうん、その何ですかね、その日本人の友達とバスケットボールする時とかに結構なんかスラムダンクの真似事したりとか、うん、お前こういうタイプの選手だよなみたいなの言い合ったりとか結構してましたね、うんうん、でなんか NBA すぐそこで見れるような状況にいたのにすごいスラムダンクにハマってましたね。え、レオさんはどういうタイプだったんですか？僕はビッグマンだったんで、はい、スラムダンクってセンターの種類がすごい豊富にいっぱい出てくるんですよね、うん、なのであこんないろんなプレースタイルあっていいんだっていうところがまずなんかそこの理解が深まったなっていうのはありますね。なるほど、センターでもいろんなこう強みを持ってていいんだみたいな、個性を持ってていいんだみたいな。そうなんですよね、面白い、いいな、この2人の話を聞いていきたいけど、はい、でですね、まあ、あの作品内 の、 そのバスケット理解とか、まあ、井上さんがとにかく、ね、うん、バスケットボールというものを本当によく、はい、こう分かって、うまく表現してという、分かった上で表現しているとあると思う、はい、そのあたりが笑われているポイント、うん、原作漫画どのあたりだと思いますか？はい、そうですね、まず中継解説者にデビューされたらすぐスター解説者になれるレベルで、うん、バスケットを理解されていると思います井上さん、はい、うん、で今回は、まあ、プレーにフォーカスしたいので心理描写はちょっと割愛させていただくんですが、うん、はい、例えばこの The First Slam Dunk でも原作でも、うん、三能戦の後半のファーストプレーって沢北のスリーポイントなんですけども、うんうんうん、野辺というチームメイトがスクリーンをかけてくれるんですよ、うん、そのスクリーナーのディフェンスがどう対処するかで、うん、沢北がオープン、つまりシュートを打てるかどうかって変わってくるんですけども、うんうん、そのディフェンダーって桜木花道なんですよ、うんうん、でいくつか描写に気づいたかもしれないんですけども、桜木花道は素人なので、うん、スクリーンが起きた時の守り方を知らないんですよ、うんうん、赤木にスイッチって言われて、うん、スイッチという対処法を知らないという描写があります、はいはい、なので戦術的にあそこでまず沢北で点を取ろうと思ったら、うんうん、野辺がスクリーンをかけるっていうのはめちゃめちゃ理にかなってるんですよ、うんうんうん、そういう描写があったりだとか、あとルカーのヘナチョコシュート、あれ結局川田というね、うん、絶大なるゴール下の番人がいる中で、はい、うん、ヘナチョコシュートを打たなきゃいけないっていうところをちゃんとコートを俯瞰の絵で見せて、うん、ルカーが沢北と一対一した時に川田がどこにいるかを一瞬、うん、こうサブリミナル的に見せて、うんうん、そこからドライブが起きてヘナチョコシュートになっているので、うんうん、どういう時にどういう技が必要かとか、うん、そういったものも含めて全部忠実に再現しているので、うんうん、もう頭が上がらないです。めちゃくちゃ理にかなってるなんか今回の映画撮るのにモーションキャプチャーで全部のその動きを人間で再現したら全く矛盾がなかったっていうことみたいですもんね、うんうん、それだけね、そうやっぱりよく考えられてるし、実際になんていう、実際にあり得る展開ばかり、はい、もう上げたらキリがないです今、うん、もう本当象徴的な2つだけを話させてもらいました、うんうん、はい、お兄さんいかがでしょう。そうですね、まあ、おっしゃってたスクリーンプレーなどの細かい描写とかはまあ当然思いましたし、あとはバスケットボールってその試合の流れをすごいうまく表現されてるなと思いまして、うん、バスケットボールってよくアメリカの解説で、うん、バスケットボール is a game of runs っていうんですけど、うん、まあ、ランによって構成されてるっていう表現なんですけど、うん、要はチーム、調子のいいチーム、うん、連続で点を取る、うん、でまた急にそこが途絶えちゃって、はい、相手チームが一気にまた点を重ねるみたいな、うん、そういった、うん、展開が続いた上で1試合になるっていう表現なんですけども、10-0、8-0、どちらか一方が攻勢に出るみたいな感じです、うんうんうん、でそれをすごいうまく表現されてるというか、それが、うん、その時の選手たちの喜怒哀楽だったりとか、うんうん、監督のがそれに対してどう思ってるか、どういうふうに反応してるかっていった、そういうところがすごい細かく描写されていて、うんうん、でさらに細かいのが、要は連続点を取りました、次こっちが連続点を取りましたって単純に言えばそういう話なんですけど、うんうん、そのラン、相手のランをどういうプレーで断ち切ったかとか、うん、誰が断ち切ったのかとか、それによって試合の流れって大きく変わるんですよ。だから桜木みたいな人が急にオフェンスリバウンド取り始めたから三能がちょっと停滞したみたいな、うんうん、それによって大きく変わったりとか、うんうん、ゾーンプレスに対してあれですね、フルコートですごい守ってきたことに対して、うんうん、宮城があそこで一人で抜いたから、うんうん、長北が盛り上がれるみたいな、うんうん、そういったその実際の試合である重要なターニングポイントっていうのが、うんうん、もう随所に織り込まれているっていうのがありました、うんうん、はい、勢いっていう魔物が実はコートには住んでて、うん、浮気なやつなんですよ。で、こうそういった
桜木のオフェンシブリバウンドとか、うん、宮城のスーパープレーとか、うん、そういうのが重なるとそっちにすぐ飛び乗るんですよ、うんうん、だけどそいつを寝返らせるのはまたすごい至難の技で、うんうんうん、そういったきっかけになることが絶対にないとダメで、うんうんうん、でもうあのどちらかがひるんじゃうともう一気に魔物ごとを飲み込まれちゃうっていうのがバスケのスポーツだと思います。そのぐわーぐわーっていうこう寄せては反動というかこうの流れの醍醐味みたいなものはでも僕見ててもなんかなるほどって読んでても、うん、伝わってくる作りになってますもんね、やっぱね。そうですね、うん、タイムアウト1個取るタイミングだったりとか、うん、そういうレベルで細かくやられてます、うん、確かに取らないのか、うん、あるいはね、そうか、うん、はい、さらにですね、井上雄彦さん、その後ね、バガボンド、そしてディアルというふうにね、書いてきますけど、はい、スラムダンク以外の作品、に関しても、まあ、今回のフィードバック、確実にあるとは思うんですが、はい、そのあたりもぜひ。そうですね、僕、まあ、自分のファンとか、自分の YouTube チャンネルではよく言及してるんですけども、スラムダンク以上にバガボンドという作品に出会ってから、うん、まあ、むしろ僕の バイブルはバガボンドに変わっていったんですね、うん、はいはい、それはこう結構その選手としての心と体のつながりをすごく描いている作品だというふうにバガボンドは思っていたりだとか、うんうん、あとやっぱりその人間学ですよね、うん、はい、今回のファーストスラムダンクも人間を描かずして多分これだけ感動を与えられなかったと思うんですけども、うんうん、例えばこうバガボンドに出てくるおっちゃんのホラー洞窟、うん、ホラー穴みたいのがあって、はい、これはまあ宮本武蔵が心の拠り所にしているスペースです、うんうん、はい、いつでもこう自分のありのままの姿に戻れる場所なんですけども、うんうん、これは例えばファーストスラムダンクでは、うん、まあ、沖縄の洞窟がそれに当たると思うし、はい、それがまあお兄ちゃんソータが持っていたリストバンドにこう、うん、憑依していくんですよね、うんうんうん、宮城はあの洞窟を持って移動はできないので、うんうん、リストバンドにそのマインドを乗せていって、うんうん、でそのリストバンドと共に戦うので、うん、何かこう恐怖だとか、うんうん、自分のコントロールが及ばないってなると、うん、リストバンドを触ったりするっていうのはそういうことであったりとか、はいはい、まあ、あとはあの赤城の描写であったんですけど、湘北高校の8番これ原作にはないんですけど、うん、はい、あの人のちょっとこうネガティブ思考といいますか、うん、ああいうのってこうバガボンドの中では宮本武蔵の、ま、周りを取り囲むこうエゴとか執着とか、うん、雑念といいますか、うん、ああいったものを象徴してるなっていうふうにも思いましたね、うんうん、だそういう描写はすごく見てて楽しかったです。ああいうこうどうせダメなんだみたいなものってやっぱ井上作品によっては最も乗り越えられるべきっていうかね、抱きすべきあるとして描かれますもん ね、 ね、そうですね、リアルでもまあそういうのは出てくるけど、うんうんうん、はい、なるほどなるほど。でも洞窟はまさにね、はい、とかね、はい、あの大西さんいかがでしょう。はい、やっぱりあのスラムダンク後の作品があったからこそ今回のこういう形の映画になったんだなっていう風に見ててすごい思ったんですけど、うん、まあなんか信じられないんですけど、井上先生20代の時にスラムダンク書かれてるんですよね、うん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 、でその後ね、バガボンドだったりリアルだったりとかを経てのここに戻ってきた時にどういう風に、うんうん、あの先生が作品を見るのかっていうのがそれがすごい投影されてるなというか、うん、まあ、先生自身もキャラクターへの思いだったりとか考え方変わってるでしょうし、うんうん、まあ、年を重ねることによってね価値観も変わってくるん で、うん、でその辺をどう落とし込んでいくのかっていうのがなんか非常に分かりやすくなおかつ納得できる形でできてて、で、うん、もう原作は壊してないみたいな、その辺が、うん、でもやっぱりああいったリアル、特にリアルですかね、車椅子バスケのあのリアルで、うん、あのバスケットボールをしたいっていう強い思いを持ってる人たちがいっぱい出てくるじゃないですか、うんうん、でそのしたいけどできないだったりとか、うんうん、するためにはどうしようとか、そのしたいしたいっていうそういう強い思いを持ってるキャラクターっていうのが存在するんだこの世にはっていうのを知った上でまたスラムダンクに戻ってきて、うんうん、改めて見てみるとこの人たちがどういうスポーツをプレーしてるのかっていうのがすごい見えてくるというか、うんうん、それまあ、先生がそのザ・ファースト・スラムダンクっていう名前にしたっていうのは誰にとってもファーストになるようにっていうのがどういうことなのかなと思ってたんですけど、まあそういうことかっていう、その自分たちの価値観がアップグレードされた上でもう一度読み直した時に、あ、ザ・ファーストになったなっていう、そういう作りがあったのはやっぱりその後の作品があったからだなっていうふうに思いますね、うんうん、前に進めない段階の人もいるとか、うんうん、みたいなのってすごくね、うん、リアルを経た後のスラムダンクって感じしますね、その宮城の、うん、そうですね、りょうたくんの描写とかね、うん、過去の描写、うん、はい、ありがとうございます。そんなあたりですね、まあ、スラムダンクと井上武彦さんやっぱりすごいというお話を伺ってきましたが、怒涛の後半セカンドハーフに行ってみましょう。二人の解像度高すぎ新作はザ・ファーストスラムダンクをどう見たのか。さあここからさらに
本題というかでございます、お二人が作品を見て専門家の視点からここはやばいと思ったシーン、描写、セリフなどなども大いに語っていただきたいと思います。ではまず今度は大西亮さんからお願いします。はい、僕はもうとにかくそのコート内外での動きがとにかく素晴らしいんですね、この映画、うん、で特に注目してたのがそのボールを持ってない選手たちの動き、ベンチでこう座ってる、そうです、ね、とか、うん、あのコート上にいる奥の選手だったりとか、うん、あの大体バスケットボールって、まあ、普通の中継見ててもどうしてもボール持ってる人を見ちゃうんですけど、他の選手がどう動いてるかっていうのが戦術にすごい関わってきたり、はいはい、戦局にすごい関わるんですけども、うん、そこをすごくしっかり描写されてるんですよ、うんうん、でそういったなんか本当に細かいところで言うと、あの桜木が怪我をしてあのベンチに下がってきて安西先生が話しかけてると、うんうんうん、で安西先生こうもうコートに背を向けて桜木に話しかけてる、うんうん、でも作品見てると奥で選手たちは全員自由に動いて試合やってるんですよね、普通にこんなとこまで描くんだっていう、実際そうですね、そうなんですよ、でも実際そういうことなんですよ、で安西先生はその試合もう残り1分ですよ、ですごい競ってる段階でコートに背を向けてまでして桜木に話すってことはそれぐらい重要だったっていうことなんですよね。でそういうところをその手前の演出は当然なんですけど奥の演出ですごいあの引き立ててるのがすごいいいなっていうのを感じました、ね、確かにちゃんとクロック、ゲームクロックとショットクロックもあるんですよ、時計が2つ動いてるんですけど、それも今レオさんがおっしゃったような描写の中でこう寸分の狂いもなく一緒に動いてるんですよ、結構我々時間の生き物なので、そこの1秒2秒がずれるとあれみたいなすぐなっちゃうんですよね、でもそれがちゃんとあの選手の動きとともに担保されてました、やっぱりそのさっきまでここにいた人がこう要するに適当に書いててちょっとずれてるだけで、うん、うんうんって感じがしちゃう、そうそう、ボールここにあってうんうんみたいな、あのチェスの盤面がなんかみんながそっぽ向いてる間にちょっとガチャガチャって駒を動かされたみたいな感じで、なんかえどうしちゃったのみたいな、なんかでもねそういうところはさ、なんかどうせわかんねえだろうっつって適当な考え方しかねないとこをやっぱそれもちゃんとやってないんですよね、やっぱカットをチェンジするとそのまま流れであそこにいるよねその選手っていう風になってるんですよね、それがあるからこそ僕もさちょっとあの今までも言ったけど、桜木が返せってやる時のちょっとさそのえなんでここにいるのっていう感じがあれがすごいちゃんと描かれてるから逆にあの超なんていうかな超人感っていうか、そうなんですよ、ね、常に奥の選手たちがいて、まあ、そこにいるよねそこにいるよねって感じなんですけど、びっくりする時のプレーって前のシーンにその選手がいないんですよ、だいたい桜木なんですけど、急に出てきてブロックしたり、急にボールを奪ったりとか、本当なんでそこにいるのっていうのをあの感じで再現してるのが本当にいいなっていう、で本当みんなバスケットボールしてるのに桜木だけ動き素人だなみたいなのがちゃんと再現されてたりとか、そういった、まあ、あとはあのメールの方にもありましたけど、その一緒に驚けるフェイクに対して、でそういった作り方も本当に視線移動がうまいんですよね、でその特に最後の方の宮城がルカワに走れって言ってお前のこと見てるからって言って、走らせて三井にパスを出すっていうシーンがあるんですけど、それ もうカメラワークとして完全にあのルカワの方に注目されるようになっていて、で宮城も完全に見てますし、これはルカワにパスするんだなって思わせながら、こっちに向かってくるボール、あの自分の客の方に向かってくるようなボールが飛んでくるシーンになってるじゃないですか、それがなんか知っててもびっくりするというか、そう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 、でそれはそれだけディフェンダーも今日疲れたっていう表現なんですよね、もう一つノルックなかったでしたっけ、あれですね、あのずっと三井がスリーを決めてて、スクリーンが来て赤木にスクリーンしてもらって、みんなまた三井にパスするんだなと思うんで、カメラ的にもこう三井に注目してるんですけど、それをひょいっと赤木の方に中に入れるっていう、それもしっかりみんな騙されるっていう、カメラは三井に行ってるんですよ ね、 そうですね、これはだからカメラワークとそこからこう何か動かすみたいな映像ならではの、まあ、カットと編集とみたいなのをやっぱね、井上先生だってこれで映像作品初めてのはずなのに、そうなんですよ、めちゃめちゃもう体得されてるってね、すごいことですね、すごいですよ、そういった本当に細かい描写ですね、あのゲームクロックが後ろで動いてたりとか、あとはあの結構僕が好きだったのは観客席に細かい実は隠れた原作の人たちがいっぱいいるっていうのがすごい好きなんですけど、あの原作が結構カットされちゃっちゃって思ってる人いっぱいいる、まあ、実際そうなんですけど、その魚住がかつらむきをするシーンだとかって、まあね、まあ、っあんなのは入れてなんないの分かるでしょ、流れが途絶えちゃうんで入ってないんですけど、魚住ってあの実は観客席にいるんですよこの映画、ね、で、うん、そのちゃんと原作の時に来たタイミングであの
春子さん、春子たちの前に座ってるようになっていて、うんうん、でちゃんと赤毛が倒れてかつら抜きした後のシーンはそこに魚住いないんですよ、うん、あの背景で、うん、でよく見てると最後の方に警備員に連れてかれた魚住っていうのもいるんですよ。え、そうなの、はい、マジで、はい、じゃなんでこのあの描かれませんでしたけど、魚住は多分かつら抜きしたんですよ。そうか、ちゃんと連れてかれてたんだ。まああと沢北のお父さんのくだりとか完全にカットでしたけど、うんうん、観客席に沢北のお父さん実はちゃんといて、うんうん、で沢北が得点すると立ち上がって喜んでたりとかっていう描写があったりして、なんかそういうのを海南ウォークで見てたりするもんね。そうなんですよね、うん、あ、そうそうそう、海南とかね、敵のチームがあれ、はい、あれは岩学園なのかなとか、なんかいろいろ視察できてたりとか、いろいろとそういう細かいところを、うんうん、あの原作ファン悲しんじゃわない程度にしっかりと入れてくれてて、うんうん、見つけるのが楽しいっていう、やっぱりあの本当にあった試合のどこを切り取るか説っていうか、うんうん、そういう感じですね。じゃあね、そうですね、うんうん、あとはそのなぜそんなに細かく描写できるかっていうのが、先ほどおっしゃってたモーションアクターを起用して作り上げたっていうことがやっぱり大きいんですね、うんうん、でそれを本当にあの試合をワンプレーずつ作っていったんですよ、この、うん、作品で10人選手揃えて、うん、このプレーをやってたら実際はどこにいるだろうねっていうのを本当にモーションアクター作ってやっていってる、うん、いるからこそ、そのここにいてもおかしくない、うん、ここにいてもおかしくない、こういった動きが自然だっていうのがしっかりできている、はい、それを本当に何日もかけて井上先生が実際現場に行って一緒にやっているっていうのが本当に熱いなっていう、うん、しかも付け加えますと、そのモーションアクターの選手たちがストリートバスケの選手たちで結構有名な人たちなんですよね。で何が熱いかっていうと、そのバスケ人気が一回日本って上がって下がってまた上がってきてるみたいな感じなんですけど、うんうん、そのストバスの選手たちってずっとストリートバスケでバスケを盛り上げようと頑張って活動してきてる人たちなんですね。でその人たちを井上先生が選んで使ったっていうのはちょっと胸が熱くなるな、フックアップでもあるっていうか、仙道のモデルになったとされている日本のプレイヤーがいるんですけど、その方もモーションアクターになってました。へー、そうか、そういう人選にもその井上先生の思いが入ってたりする、うんうん、あとはちょっとラストの話になっちゃうんで、それこそみんな聞かないでほしいんですけど、大丈夫です。あのスラムダンク奨学金っていう制度が2008年から井上先生自身が立ち上げて、そのアメリカに留学してプレーしたいっていう選手たちを支えるための制度を、うん、あの先生が自身が立ち上げてるんですね、うん、で実は実際にその奨学金制度で行った渡った選手同士が対戦したっていう試合があるんですよ、うんうん、でそれを井上先生見に行ってるんですよ、うん、で割と最近なんですよ、2020年ぐらいに、うん、あの酒井達明選手っていうのと、うん、竹富大我選手っていうので、酒井選手は170ぐらいで、うん、竹富選手は190ぐらいで、ちょうど両方沢北ぐらいの身長の対戦を先生は現地で見てるんですよね、うんうんうん、でその現地の試合の雰囲気、それこそ会場の雰囲気もまたちゃんと現地の体育館になってるというか、うん、であれ多分大学のディビジョン1とかだともっとアリーナみたいになってるんですけど、うん、あの試合はもっとなんか普通の学校の体育館みたいな雰囲気なんですよね。なのでそのどれぐらいのレベルでやってるか、だいたい奨学金制度 の子たちが行くような環境で試合をしてるなっていうのがそこに落とし込まれてて、うん、これはなんかすごい細か、まあ、自分の大切な活動をしっかりとラストにつなげてきたっていうのが、やっぱりその作品自体は連載当時の90年代のままなんですね、うんうん、ルールとかあの雰囲気だったりとか、ただあのラストがあるからこそ、 その、うん、今のバスケットボール業界につながってるんだ、はい、この作品っていうのが感じ取れるというか、うんうん、その現在進行形でスラムダンクって続いてるんだねっていうのが感じ取れるようになってたのが非常に良かったですね、うん、あと原作が一つ、まあ、あえてこう言うならばこうルカをアメリカに行かせなかったっていうのがあるじゃないですか、うんうん、それに対する沢北に対して行くならルカはであろうと思われるのに、うんうん、スタープレイヤーで、そうですね、それもそうですし、要するにそのじゃあルカはじゃなくて宮城の、うん、まあ宮城ほどって言ったらおかしいですけど、うんうん、今のやっぱり日本とアメリカってもっと近い位置に来てるし、うんうん、それは渡辺選手だとか、はい、八村選手もそうですし、はい、スラムダンク小学生たちの台頭もそうですけども、うん、おそらくその井上さんとしてはいやいややっぱりバスケ志すんだったら行っていいよっていうメッセージにも僕は取りましたけどね、うんはい、その自身の活動を一度形にしとくっていうことも今伺っててすごく納得感はあったんですけど、あの原作ではそんなにアメリカ挑戦を後押ししてないように感じたので、うん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 、それを今回あの
アップデートしたっていう風に感じました、はいはい、しかもそのだから NBA の最新のそういう戦術とかが要するにやっぱ宮城とかが活躍しうるその様式になってるっていうか、うんうん、てか、そうですね、てかあの勝負の戦い方が結構今っぽいっていうか、うん、そうですね、ね、まあ、そこはまたね、あのどれぐらい先見の明があったのかっていうのはいろいろ掘り下げるところはあるのかなと、うん、でもやっぱでもやっぱその話を伺ってたからそんなやっぱ、うん、ラストこうなんか、うん、熱いってことそうですね、はい、なりました、はい、はい、そしてクリスさんお願いします、はい、そうですね、まあ、僕は、まあ、2点といいますか、まあ、大きくくくって、まあ、一つの同じテーマなんですけど、バスケだけが生きがいだった、うん、この作品の、まあ、宮城の、まあ、テーマじゃないですか、うん、その中でやっぱり僕これすごくパーソナルなことなのでちょっとちゃんと紹介できるか、すごいチャレンジングなんですけども、バスケってやっぱり救済なんですよね、うん、一スポーツの枠にとらわれないと言いますか、うん、僕はバスケと出会ったから救われたっていう側面が多分にあって、うん、それは宮城亮太も同じだというふうに思いました、うん、でもう一つはこの、まあ、ポイントガードはゲームの主人公じゃないですか、コート上の監督、うん、でこのなぜバスケがまあ救済になっていくかっていうところと、まあ、ポイントガードとして宮城亮太がこう極まっていくことを重ねながらこうメッセージとして打ち出していったことにすごく強烈な衝撃と感動があった作品なんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん、でポイントガードはもうプレーメーカーなので、うん、バスケットコートの上では常に主人公だと思うんですよ、うん、でこれが極まったのが三井寿の、まあ、4ポイントプレーですね、レオさんが言っていたノールックでルカをあっちにやっといて、うんうん、三井寿にパスして3ポイントプラスフリースローで4点取ったっていうところなんですけども、うん、まあ、そこに行く前にちょっと押さえておきたいのは、宮城って常にビビってたじゃないですか、うん、ビビってる描写、怖い時の仕草、うん、そういうのがめちゃめちゃ多かったんですよ、うん、怖いか、勇気いるよな、いつもそう、心臓バクバク、うん、目いっぱい平気なふりする、倒れた後が勝負だとか、うん、あとまあこう三井と喧嘩する時にポケットに手入れるじゃないですか、うんうん、あとは三王に勝った後にお母ちゃんに会う時にもポケットに手入れるんですよ、うんうん、もう震えが止まんなくて、うんうんうん、だからそういうところも含めてこのじゃあ恐怖をどう乗り越えて彼が人間とそしてまあポイントガードとして極まっていくかっていうところをすごく描いていたんじゃないかなっていうふうに思いました、うんうん、で例えばですね、まあ、いろんな描写があるんですけど、桜木をちょっといろいろ端折って桜木を再投入してオフェンシブリバウンドを取ってまあ、追いついていくわけじゃないですか、ゲームの中で。ただこうチームのディフェンスはうまくいかなくて、三井が抜かれて赤木も何もしなくて、なんとかして宮城がボールをスティールして、うん、おい流れは自分たちで持ってくるもんだろうがよ、うんうん、多分宮城の原作の中でのリーダーシップのこう描写って、うん、そういうところぐらいしかあまり記憶がないんですよ、うん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 、でもこのぐらいからだん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 その恐怖を克服してリーダーとしてのどん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 こう成長が垣間見えてくるんですね、うん、で今度また追いついたんだけどスーパーエースの沢北によってまた三能が突き放しにかかってきますよ、うん、でもそこでルカーが笑うますよね、うん、でまあこの笑う描写っていうのは原作とちょっと映画ではちょっと意味合いが違うなって思って、うんうん、この笑った仕草に唯一気づいたのが宮城だったんですよ、うんはい、でこれまでの展開だとやっぱ苦しい時は旦那赤木、うんうん、でルカはもうコテンパンに何度もやられた後なんで、はい、なおさらポイントガードとしては赤木に頼るのが、うんうん、まあこれまでの常套手段だったところ、はい、理由はわからないけどその笑ったルカにまあ、確信はなかったと思うんですけど、うんはい、宮城はパスをするんですよ、うんうん、でルカーのそのパスが開眼してそこからの2回連続攻撃がルカー宮城赤木ルカー三井赤木、うんまあ、この辺は見ていても壮観でしたよね、うんうんうん、で次はこう赤木がまだこう川田を克服できてなくてフェードウェイを打ちます、桜木がオフェンシブリバウンドを取るんですけども、そこで宮城がボール受けてふうここ一本落ち着こうっていう、うん、まさに司令塔としての、うんうん、あの指示を出すんですよ、うん、でこれでルカーが点を取って5点差にするんですよね、うん、でまあ三能がタイムアウトっていうこの土壇場で三能追い詰めてんのかみたいな感じで、うん、どん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 宮城が、成長していくんですが、まあ実はまだ開眼しきれてないでその時に挟んでくるこうちょっとフラッシュバックが、うん、あの誕生日ケーキのところなんですよ、うんうん、で最後に妹がとっくに追い越してるのにねって、うん、まあソータのことを追い越してるのに、うんうん、ねって言っていてずっとこう、ね、お兄さんの影がのしかかってたけども、はい、そうなんですよ。だから本当にこの三能戦、まあ、インターハイに行く前までずっとこう脱皮しきれてないというか、うんうん、そういうところの中の
に飛び込んでいってる中で、うん、まだまだそれがなんていうんですかね、完成してないところをこういろんな展開つけて、うんうん、で最難関の三能のプレス突破が、うん、そのリーダーとしての成長をこうなんていうんですかね、表現するのに、うんうん、まあこれ以上こう、うん、意味のあるものないと思うんですよね、うん、最強三能の、はい、あのプレスを抜けれるかどうか、はい、でまあ早めに抜けたっていうのもそうなんですけども、また一番重要なところで三能はプレスかけてきますよね、うんうん、で最後にお母さんが亮太って確か言ったと思うんですよ、うんうん、でも亮太行けって言ったのは綾子なんですよね、うんうん、あのシーンって確か、うんうん、はい、でここってまあこれ僕の妄想にもなりますけど、うんうん、母から恋人へのバトンタッチというか、うんうん、少年から青年へのこう、うんうん、なんか一つの階段にも見えましたし、うんうん、はい、でそういった描写がいろいろあって、うん、でこうリストバンドからこう綾子が言ったこう心臓バクバク怖い時は、うん、手のひらを見ようねっていうことに変わってったんですよ、うん、徐々に、うん、はい、だそれも一つの成長で、これ専門的に言うとアンカリングって言うんですけど、アンカリング、はい、怖い時の自分の、心を落ち着かせる、多分メンタルトレーニングとかしてるアスリートとかみんな、うん、持っているものなんですけど、要するにプロのアスリートでもやっぱりそこがグラッとくる時はあるから、そこで決まった動きとかそういうのをして、そうなんですよ。でまた後でちょっと付け加えたいんですけど、宮城はアメリカに行っても怖いんですよ、うん、だから怖さを携えながら成長してるんですよ、うん、で怖さっていうのを排除できないっていう背景もそこにはあって、うん、であのごめんなさい、いろいろとっちらかっちゃって、うん、そのポイントガードとして極まった瞬間、いよいよここ時系列ではここに来るんですけど、うん、その桜木がコートに戻るで71対76で三井、あ、宮城がチームを集めるんですね、うんうん、まあ何もこうおかしいなことはないように思えるんですけど、その時に集めた時に宮城がみんな集まれって言ったのに唯一気づいた三能の選手が不活なんですよ。ほうほう、最強三能の日本一のポイントガードが唯一気づいたっていうのに僕は結構意味合いあるんじゃないかなって思っていて、うんうん、でそのなんていうのかな、三井、不活が気づいていることに宮城も分かっていて、うんうん、もしかしたら不活も聞いているんじゃないかっていうもとにまたプレス来る、俺狙ってくる、自分の弱さ認めてますよね、うんうん、で旦那ルカを見てって言ってるんですよ。でもそれがなんかラストのシーンの布石にもなるし、うんうんうん、その不活の裏を描く、要するに先ほどレオさんが言っていた桜木がブロックして一気に駆け上がった時に、じゃあルカーが並走してる左に、だけどそこをノールックでルカーに出さずに三井に出すんですよ、うん、その時戻ってたのが確か不活と沢北なんですよ、うん、だ完全に裏を描いたわけですよ、はいはい、うん、注目させるように、注目させるルカーに注目させるようにしといて、はい、しかもその不活と目が合ってるから同じポイントガードで最強ポイントガードだけど、ある意味その時こう恐怖を克服じゃないけど恐怖を抱えながら対等の目線になったわけだよね。そうだと思うんですよ ね、 ね、まあ、僕の個人的なねこれは感想なので、うんうん、結局あの4ポイントプレーがないと、うん、あのずっと同点でしかあのゲームの中では終われないので、そういった意味ではあの4ポイントプレーが一番大事でしたし、うん、まあ、最後あの原作にはないこう、沢北のミドルが決まって77対78の後にはあの赤木へ目で宮城がルカへのパスを誘導するんですよ。あ、それもすごく意味あるものだったと思います、ね、その司令塔としての役割ってところがさらに強調されてるわけですね。そうなんですよ。で、まあ、うん、お母さんに会ってリストバンドを手放す、うん、で新しい心の拠り所を見つけたんですよね、うん、ただ三能は強かったし怖かったって言っていて、うんうん、だから今度、まあ、自分がこのバスケがくれたチャンスによって一人の人間とその家族が救われたと僕は思っていて、うん、あのエンドロールの後にまあ、ソータの写真が並んだのも家族が乗り越えたんですよ、うんうん、最初家族のキャプテンにはなれなかった宮城が湘、うんうん、北という家族のリーダーになった、はい、リーダーシップは誰でも持てるけど、うんうん、リーダーになれるやつは本当限られてるから、うん、そのリーダーとして極まった時に家族も全部それを乗り越えたっていう意味で、うんうんうん、まあ、救済なのかなって思いました。そのバスケにおける成長が家族の一員としての成長、家族の救済にもつながったっていうジャストにちゃんとなってると、うん、はい、まあ、引いてはお母さんも苦しんでいたわけじゃないですか。だからスポーツ でやりながらスポーツを超えた何かになっていく瞬間っていうのを最後に置いてるっていうか、はい、すいませんちょっと説明が、いやいやいや、うんうんうん、いや、ありがとうございます。お二人のちょっと解説の後にもう一回ちょっとすごい見たくなる部分めちゃくちゃいっぱい出てきたので、ありがとうございます。ということで、お二人から最後にお知らせ事などお願いします。じゃあ大西さん。はい、僕はそうですね、まあ、翻訳本とか出していて、あのヤニスって何度か紹介したことあると思うんですけど、彼 の、 あの翻訳本とかも出してるのと、うん、あとは YouTube であの実はあの
なんだバスケ大好きで有名な音楽家の岩崎大成さんっていうのが、はいはい、彼に出てもらって、うん、考察したやつが3時間弱くらいあるんですけど、はいはい、それがめちゃめちゃ面白いのでぜひ見てください。バスケットボールダイナーという番組でやっています。はい、そしてサックリさん、はい、恐怖は誰でもあると思うんですけど、まあ、それとね、携えながらみんな歩んでるっていうことをすごく作品に教えてもらったので、うん、僕も頑張りたいなっていうのと、あと明日から B リーグオールスターが2日間行われます、うん、ぜひこちらの方も国内の方も注目していただければと思います。このタイミングでこそちゃんとね、まあ、てか私が言うことじゃないけどバスケちゃんと注目、ね、されていくべきだし、渡辺裕太さんの活躍とかもっと報道されるべきだしとかね、うん、そうですね、みたいなことも改めて思いました。はい、ということで以上専門家が見たザ・ファーストスラムダンク特集でした。佐々木クリスさん、大西レオさん、ありがとうございました。ありがとうございました。